ご紹介いただきました、あのお隣の狭山市で市会議員をしております大沢恵美子です。今あの宮からもお話があったんですけれど、本当に住民の説明会って言いながら、その基地の周辺の自治会の人たちに番号を振って、のその番号の紙を持ってこないと入れないみたいな説明会しかしてないんです。で今もあったように入間基地というんですが、その敷地の8割は狭山市にあるんです。ところが狭山市の住民説明会は未だに予定もされていません。そしてあの工事を行うにあたって、環境調査とかをやってるんですが、あの豊洲ではありませんけど、あの工事予定地から鉛も検出されているんですね。当時のジョンソン基地の時にあった工場から出たものなのかどうなのかよく分かっていないんですけれども、そういったものをどうするのか、また長年雑木林だったので、蛇とか、まあ、カエルとかいろんな植物たちもいるんだけれども、そういったものがどうなるのかとか、もちろん工事の車両もそうですし、実際どんなものができて周辺の住民たちがどんな、今でも本当に騒音や振動がひどいんですけれども、それがもっと大きくなることはないのか心配のことはたくさんあるんですけれども、質問も早々に打ち切られて、あの会場を逃げるように防衛省の役人さんのたちは帰っていたという報告も受けています。でそういうところには本当にあのお金をバンバン使って新しい病院も作り、グラウンドも作り、訓練場も作りってやるのに、本当にあの地域の住民の方にはなかなかお金が回ってこないというのも実感をしています。あの私、議員なので、あの生活相談を受けるんですけれども、ここのところ本当に深刻な相談がたくさんあの立て続けに来ています。生活保護の問題、母子家庭の問題、市営住宅の問題、本当に皆さん深刻なんですね。で本当にあの皆さんギリギリで生活をしているので、何かある病気や介護や家族が、何かあった場合に即生活困窮っていうところに陥ってしまう。そしてその相談をなかなか受け付けてもらえない。あのこの間人工透析で、障害者手帳1級を持っている人が8回生活保護の申請を断られました。それで相談に来て、もう本当に頭に来たんで、あの一緒に市役所に行って申請だけはさせましたけれども、本当にそういうところにお金を使わないんだなっていうのをつくづくと実感をしています。戦争を好む政府は福祉にお金を使いません。やっぱりそこは政治を変えなくちゃいけないし、本当に安倍さん変えてもらって、国民の税金は私たち国民の生活に回るようにやっぱり政治を変えていきたいと思います。皆さん一緒に頑張りましょう。ありがとうございました。